こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、問題編、です。それでは、始めさせていただきます。今回の話は、ドッポさんの、狼男。問題は、1、次の容疑者のうち、犯人は誰か。2、犯人を示す手がかりは、何か。春山、直人。夏川、庄司。秋吉、五郎。冬島、直行。椎木、一郎。それでは、どうぞ。作家の天宮光が殺害されたというニュースはすでに全国へと広がっていた。天宮光は探偵ウルフマンシリーズを書いた作者として有名で、狼男のあだ名で親しまれていた。その作家が殺されたということで、新聞などの報道機関は、このニュースをこぞって書き立てたのであった。で、その天宮光氏殺害事件を、私に解決しろと。現場は、どういう状況だったんですか？被害者が、有名な怪奇小説、狼男を、握りしめている状態で、発見されました。それが、ダイイングメッセージだと言いたいんですね。天宮氏のあだ名も、狼男ですから、どうも偶然とは思えませんので。扉を開けて、赤塚巡査が入ってきた。藤本警部。どうした赤塚。天宮光殺害事件の、容疑者の一人が、何者かによって殺害されました。なんだって、手塚さん、一緒に来てください。わかりました。現場に着くと、赤塚巡査が状況説明を、始めた。殺害されたのは、天宮光殺害事件の、容疑者の一人であり、天宮光の親友だった、日高、勝氏です。血でメッセージが残されていました。で、なんて書かれていたんだ？水平リーベ、47です。どうです、手塚さん。いや、こんがらがってきましたよ。リーベっていう関係者いました？いや、いませんけど。じゃあ、人命の線は薄いですね。この数字に意味は、あるんでしょうか？あるでしょう。どこかで聞いたような節なんだよな。水平リーベ。僕の船。そうそう、そういう感じで続いていくんだよ。なんだっけ？これ？探偵は突然黙り込んだ。どうかしました？わかりましたよ。事件の犯人が。容疑者を教えてください。容疑者を教えてないのにどうしてわかるんですか？そういうダイイングメッセージだったんです。この二人の被害者が伝えようとしたことは、全く同じことだったんです。問題は、1、次の容疑者のうち、犯人は誰か。2、犯人を示す手がかりは、何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手はゆっくりでした。